はい、どうも、スキナムでございます。今回はですね、ポジション級の紹介をしたいと思います。で、今まで紹介してきたのは、かなり安い LED のポジション級の紹介をしてきたんですが、今回ちょっといいやつを見てみようかなと思って、紹介していきたいと思います。まあ、いいやつって言っても、そんなめちゃめちゃ高いわけじゃないですけど、今回の商品はこちら。デデン。こちらね、なんとパッコ400ルーメンでございます。こちらね、12V、24V 兼用でございます。両方使いますね。で、こちら、買ったのが 8000K から 10000K のやつ。で、もう一個 6000K があって、青っぽい、8000K の方にしてました。でも写真で見るとそんな青っぽくなかったんで、実際つけてみてどうかなって思うんですけど、実際つけてみて、ちょっと色の方を見ていきたいと思います。次に上げる動画、シーケンシャルのウィンカーとポジション、で連動する、まあ、デイライトも込みのやつなんですけど、それを提供いただいたんで、そちらを紹介する際にちょっと青っぽくておかしかったので、こちらで綺麗に見せたいと思ってね、ポジション級も購入いたしました。なんでね、今回これをつけてね、どのぐらい明るいかなんて、パッコーって書いてあったね。400ルーメンですよ、400ルーメンで、こちら1608円でした。2個セットでね、でそんな高くない、1個800円ぐらいですね。かなり LED も安くなりましたね。いいご時世です。ってことで、つけていきましょう。バック LED 5を引いてもらいますと、パコッと開きます。こちらにいるのはポジション級です。LED。 はい、どうだったでしょうか。かなり明るいですね。やっぱ400ルーメンは恐るべしですね。バッコーですね、バッコー。で、今回、400ルーメンにしてみたんですけど、やはり前回つけたよりもかなり明るくていい色合いじゃないかなと思います。で、もう一種類 6000K の方が出てるんですけど、そちらはちょっと純正色に近い。やっぱり 6000K っていうと、黄色ぼったくはならないと思うんですけど、これよりもやっぱりちょっと黄色、磨かった色になってくるとは思います。で、今回8000、10000K っていうのを買ったんですけど、そんなにめちゃめちゃ青くはなかったんで、自分的にはちょうどいいかなって感じです。で、やはりこちらの色の方がおすすめかなって思います。で、動画にも出てたんですけど、ヘッドライトの下についてるポジションで連動するライトですね、そちらはシーケンシャルの紹介を次にしていきたいと思います。で、もちろんウインカーで流れるウインカーになるようになります。で、やはり後付けのシーケンシャルのウインカーって車検通るのみたいなのって結構多分疑問に思ってる方多いと思うんですけど、そちらね、一応問い合わせした結果、後付けでも全然通るよっていう話だったので、で、一応規定がいろいろありまして、流れ方とか流れるタイミング、流れる回数とかっていうのが厳しく設定されております。あと取り付け位置とかね、動画でね、詳しく説明 しておりますので、そちらの方をご覧ください。で、今回ポジション級はこんな感じになりました。どうぞ。どうですかね、かなり明るいんじゃないでしょうか。左側、画面から見て右側ですね、右側が変えたポジション級
で左側が、今回そのままついていたポジション級。まあ前回自分が結構安い LED のポジション級出してるんでね、そちらの方も、よかったらご覧ください。安くてもねこんだけ、色合いが出ると、明るいのが出てるとっていう感じなんで、1個100円のやつとかね、で自分のつけてるルームランプも、1個100円っていう安くね LED できてるんでね、よかったらそちらの動画もご覧ください。バッコーのねポジション級紹介でした。よかったら皆さんもつけてみてください。初心者の方もねとても簡単なんで、一つ気をつけなきゃいけないのが、外す際にねヘッドライトの中に LED のポジション級を落とさないように気をつけて作業の方をお願いいたします。以上、ついなみでした。バイバイ。 Hey Mike! どうしたんだじゃん。スリナムって知ってるか？知ってるよ、あの面白い動画出してる YouTuber だろ。 Yes! でもな、あいつらな、すぐ更新すると決めてねえからさ、わかんないんだよ。そんな時登録ボタン押せばいいんだよ。なんでその登録ボタンっていうの？マイケル知らないのか？知らないよ。ここに出てるじゃないか。今すぐクリックして。ここ押せばいいのかい？ええ。わお！できたよ。イエーイ。